リハルト・クーラント・リハルト・クーラントは、ドイツ及びアメリカ合衆国の数学者。ドイツ帝国シュレジエンのルブリニツ生まれ。青年時代に、両親は、グラッツ、ブレスラウ、ついで1905年には、ベルリンへ移った。彼は、ブレスラウに残り、そこで大学へ入った。ブレスラウでの講義には、満足がいかず、チューリヒ、そして、ゲッティンゲンに移った。 そこで、ダフィット・ヒルベルトの助手になり、1910年に、博士号を取得した。1912年に教授資格取得。第一次世界大戦の際に徴兵されたが負傷して、入隊直後に、兵役から解放された。月金源で研究を続け2年後、ミュンスターで教授に就く。そこで、数学研究所を設立して1928年から1933年に、 至るまで所長を務めた。ユダヤ人だったクーラントは1933年、同胞たちよりも早くドイツを脱出し、1年後、ケンブリッジ大学の1936年にはニューヨークへ渡り、ニューヨーク大学の教授となった。そこで、大学院での数学研究の学会立ち上げの仕事を与えられ大成功した。クーラント数理科学研究所は、数学で、 最も権威ある研究所の一つであり続けている。彼の著名な組織的才能とは別に、クーラントは数学の業績でも名高い。彼の書いた教科書メソッツ・オブ・マスマティカル・フィジークは80年以上後も未だに使われている。ハーバート・ロビンズと共に一般書法アット・イズ・マスマティクスはイマだに出版されている。クーラントの名はもともと技師によって発明された。 有限要素法でも知られており、彼はそれを確固たる数学の手法へおいて様々な問題へ応用した。この方法は今、変微分方程式を数量的に解く最重要な方法となっている。アメリカ合衆国ニューヨークで死去。84歳没。ありがとうございます。